山中です。春尾です。まあ一時期一緒にバンドをやってたんですが、まあすごい優しくて、あとなんかまあ度胸があるというか、まあ筋がすごい通ってる人なので、結構こう、まあ、バンドの中でも道を大きい意味で示してくれるような感じの人ですね。はい、こういう感じで音楽的な関わりももちろんやりたいんですけど、そうですね、まあ普通に友達なんで飲み行ったりできたらいいなっていう感じです。はい、菅田大地です。なんていうんでしょう、ステージではすごい表現者って言いますか、うん、面白い人ですね、やっぱり。付き合いは、まあ、昨日のマリーズのセカンドアルバムの渋谷公会堂のライブからありますけれども、もう18年ですかね、8年ぐらい経ちますけど、飽きないですね、飽きない人です。まあ何かこう彼が思いついたと、まあ、表現の一部になれればいいなっていうのはすごい思ってまして、とてもライブをした後とかは楽しい、満足感がすごいありますので、なんか今後も彼の役に立つだけはちょっとあれですけどね、何か力になれればなと、まあ、具体的にはごめんなさい、何もないですけど、あとはお酒をまた楽しく飲めればなと思ってます。